竹之内さんと同様眉毛サロンを大阪で展開しているものですが、閑散期の対策についてお聞きしたいです。いい対策など竹之内さんはどういった対策をしていますかということですが、閑散期っていつですかね。1月のことですかね。ちょっと分かんなくて、僕たちもまだ9月ぐらいにオープンしたばっかりなんですよ。でずっと売上が上がってきてるんで、正直今のところ閑散期を感じてないので、特に対策はしてません。でまあいろんな、うちの場合だと、かなり有能なリスティング広告をかけてくれる業者の方がいるんですね。で僕の、ファンの方でもあるんですけども、その方がめちゃくちゃ上手で、とんでもないコストの低さで、一人のお客さんを集めてますね。 CPA が数百円なんですよ。多分1000円とか言ってないと思うんですよね。つまり数百円の広告で一人のお客様を来店させることができてるっていう、そういう状態なんですよね。なのでここら辺はその、SEO の、 方頼りですね。またね、僕ね感動した、業者、サービス5000っていうのを時々出してます。でその中のね一つとしてまた紹介しようかなと思ってるんで、その SEO 業者に頼まれると結構いいかもしれないですね。ただ大阪でライバルなので、ね、あんまりね SEO で僕たちに勝ってほしくないなっていうふうには正直思うんですけどね。はい。